あ来い。やめて。剣の力を。やった！ふわっ！これぐらいなら問題ない。また強くなっちゃった？こいつは厄介だな。回り道を見つけるのも容易ではなさそうだが、こいつをどけるには、人手がいる。捜索隊の本隊でも呼ぶか。少しどいていてくれるか。何を。これは魔導レンズの魔法か。いや、気配が少し違う。帝国では魔導レンズの力を増幅させる研究も行われている。今のは制御リングで。すごいな。俺にはあんな使い方はできない。あれ、ノアもレンズ持ち？私も。ほーら、出ろ出ろ出ろ。ね、今ちょっとだけ見えたでしょ。私のは普段は手の中で、魔法は使えないっぽいんだよね。魔導レンズは所有者の才能に左右される。お前には似合いのレンズということだろう。なるほど。そうなるとこの隊は全員がレンズ持ちか。あんたも？ええ、一応。なら心強い。しかし制御リングか、すごいな。俺の村じゃ聞いたこともなかったよ。帝国ってのはそういうのを使ってるのか。ノアの村ってどんなとこ？山奥の田舎の村さ。両親は警備隊に入るの賛成してくれた？うちは反対でさ。いや、両親はもういない。あ、ごめん。大丈夫。村のみんなが家族みたいなもんだったし、マーサおばさんはすごい心配してくれたけどね。そろそろいいかな。先へ進もう。終了。他に敵影なし。
敵を確認、迎え撃ちます。くそ、えい、とどめ。紙一房、そよぐことなし。強くなった。これって、なんだろう。何かの祠か。しかし、あまり見ない衣装だが。何もなさそうだ。この霧、嫌な気配が満ちている。気を抜かない方がいい。どうやらピクニック気分とはいかなさそうだ。ふん、敵か。うむ、今レンズよ。ありがとよ。これで終了です。肩慣らしにもならんな。敵か。ちょっと、よし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 。これです。剣の力を。ほら、とどめ。これぐらいなら問題ない。さあ来い。よし、いいか。
肩慣らしにもならんな。うん、得るものがあった。覚悟しなよ。レンズよ。タスト。タ。剣の力。これで。肩慣らしにもならんな。ふむふむふむ、こいつはなんかおかしいですぞ、ノア君。この祠って何か関係あるのか？やはり元の場所に戻されているか。そのようだ。魔術の類か。おお、気になるけど。おお。構えろ。レンズよ。これで終了です。勝ちだ。戦闘終了。他に敵兵なし。何かの仕掛けがあるようだな。魔導の結界か装置があるのでしょうか。もしかしたらその祠のような。つまりどこかに何かあるってことだな。気になるけど。さーて、覚悟しなよ。はっ、はい、はい、よし、はい、はっ。とどめです。これぐらいなら問題ない。気になるけど。
敵か。とどめです。やったぞ。肩慣らしにもならんな。これは注意さん来るぞ。武器を抜け。しかし姿が。そこだ、上。さあ来い。やっ、剣の力を。だっ、ポチャーポチャー。当たった。ダメだ。よし、はっ、剣の力を。コードの発信、レンズや。戦闘終了です。今のはフォレストイーターだな。俺の村の近くでも出たことがある。俺たちの技術っていうか経験もなかなか役に立つだろ。ああ助かった。ありがとう、獣人の。ガオーラ、その名で呼んでいい。ありがとう、ガオーさん。ああ、なんか違うが、うん、まあいいさ。ミオと申す。あれれ、自己紹介してなかったっけ。リャンだよ。私の活躍もちゃんと見てた？見てたよね？一応。帝国に戻ったら噂してもいいよ。すごいかっこいい子がいたって。ノア。君にも礼を言う。先に見つけたのは運が良かっただけだよ。じゃあ先へ進もうか。遺跡ももうすぐじゃないかな、俺の勘だと。ああ調子に乗ってる。新入りなのに、新人なのに。これは ちょっとノア、何したの？霧が晴れていく。どうやらこれが関係していたようだな。もしかしたら遺跡を守るトラップのようなものかもしれない。
そういう仕掛けの報告も見た覚えがある。これで先に進めるかな。さて、覚悟しなよ。うむ、レイカッ。よし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 。ふっ、剣の力、とどめだ。戦闘終了。他に敵影なし。やっぱり、おそらくさっきの祠と同じような力を持っていたんだろう。念入りだね。もう特に何もなさそうだ。遺跡の痕跡のようだ。これはもしかして、もしかして、もしかすると当たりかも。魔導レンズの導き。もう少し進んでみよう。レンズよ。よし、はい、はっ。とどめです。こんなもんさ。強くなった。注意さん、どうやらあんたには月があるらしい。ほらほらほら、私も言ったじゃん、絶対当たりだって。だが入り口は閉まっているようだな。この遺跡がまだ生きているのなら、これで。ルーンの遺跡と魔導レンズは深い関係があります。打ち捨てられ反応しない遺跡もありますが。それじゃあこれで遺跡発見ってことでいいんだね。いや、まだこれが目的の遺跡かはわからない。目的の遺跡？ああ、本当に探しているのは現グレードの魔導レンズだ。それが存在する可能性があるので、これだけ大掛かりな作戦になっている。そういえば村で会ったお嬢さんも言ってたね。ふん、
我々が持つそれとは違うと。ええ、未だ数えるほどしか発見例はない貴重なものです。なら話は簡単さ。中に入って確かめるしかないな。ああ、君は躊躇がないな。ああ、ここにはまだ見たことないものがあるみたいだしね。では内部を探索ということでよろしいですね。さあ、行くよ。これでどうだ。そこ、剣の力をとどめだ。楽勝。ここって何かありそうだ。あれよ。なんだろう、よく見えないけど。原初の魔導レンズか。本当にそれだとしたら大手柄ってことに。手柄というか大きな成果ではありますが、確認の必要がありますね。どこかにあそこへ行くための術があるのであろうか。せっかくここまで来たんだ、調べてみるとしようぜ。